眼科天文医の平松です。今日は、黄斑変性浮腫で失明しないためにという本について紹介させていただきます。この本は私が、川口眼科の樺山先生ともちょっと協力させていただいて書いた本です。黄斑変性と黄斑浮腫という病気にかかってしまうと、いろいろこう治療費もかさんでしまうし、よく知らないといつの間にか悪くなってしまいます。で、病院で説明を受けても治療のこともなかなか難しいし、はたまた日常生活で何を食べればいいかとか、どういうことをすればいいかっていうのを聞いてもこう答える時間も医者もないので、こうわからないんですね。で、一生懸命治療していてもいつの間にか悪くなってしまったり、はたまたいいやと言って治療を諦めてしまったりすることもあります。で、もう私は治らないんだと思っていても、実は新しい治療法もどんどん出てきていますんで、そういう本についての解説本です。で、分かりやすく絵とかもたくさん中に入ってて、ですね、感じで。こんな感じの絵が中に入っている感じで、読みやすい本だと思いますんで、一度読んでおけば、いろいろこう医者の説明を受けたり、治療していく中でわかると思います。ぜひ読んでいただければと思います。